この暑さでタンパク質不足になっていませんか？皆さんこんにちは。私は暑くなってくると食欲が落ちて喉越しのいいものに手が伸びてしまいます。そこで陥りやすいのがタンパク質不足です。若い頃は少々無茶な生活をしても大丈夫だったのですが、60半ばを過ぎると筋肉減ってきたな、朝から疲れてるなと思うことも増えてきました。そこで夏でも、いや夏だからこそ美味しくいただけるのが南蛮漬け。お酢の力で口当たり爽やか、ひんやりと食べやすいですよね。私のおすすめは手作りめんつゆで作る鶏胸肉の南蛮漬けです。めんつゆにお酢を加えるだけでタレが出来上がります。夏野菜もたっぷりですよ。ぜひ最後までご覧ください。めんつゆのレシピもめんつゆトマトスープ、カレー丼、めんつゆで作る肉じゃがと続きましたが、今日の南蛮漬けでしばらくお休みです。スープのチャンネルなのに何でも数やねんと思われたかもしれませんね。夏場はどうしても長時間コトコト煮るスープが敬遠しがちです。そんな時でも手作りめんつゆがあれば無添加で簡単で野菜がいっぱい取れて美味しい料理がさっと出来上がります。野菜スープを続けるのと同じくらい私は手作りの和風だしを大切に思っているんです。今日使用する手作りめんつゆの詳しい作り方はこの動画をご覧ください。では前置きはこれぐらいにして早速作っていきましょう。南蛮漬けの漬け汁はめんつゆ 300ml にお酢を大さじ2加えたら出来上がりです。だし汁の効いたさっぱりとした南蛮漬けになります。これに玉ねぎ1/2個を薄切りにして加えます。繊維に沿って薄切りにすると歯ごたえがよく仕上がりますよ。そして今日は鶏胸肉を油で揚げないでふっくら柔らかにソテーしていきます。柔らかく仕上げるにはポイントがあります。どの料理にも応用できますのでよく見ておいてくださいね。鶏胸肉 250g 程度のもの1枚を用意いたします。最初のポイントは鶏胸肉の切り方です。1枚の胸肉をじっと眺めると肉の繊維が走っている方向が違います。まず3つに切り分けます。そしてその繊維を切断するようにそぎ切りにします。今日はタレがよく染み込むように薄めに切っていきますね。この先が細くなっている部分は包丁を寝かして軽く押さえて包丁を前後に動かしますよ。全部切れたら塩を小さじ3分の1と胡椒で下味をつけ、片栗粉大さじ1をまぶします。さあ焼いていきましょう。皆さんは肉を強火で一気に焼かないと美味しく焼けないと思っていませんか？それはコマーシャルで出てくるような業務用のコンロの場合です。家庭用のコンロで強火で焼くと肉が縮んで硬くなってしまいます。2つ目のポイントは肉を焼くときに強火で焼かないということです。フライパンに油を大さじ2入れます。まだ火はついていませんよ。温まってない油は広がりにくいので、私はフライパンの中の油を少し鶏肉につけて全体に置いていきます。さあ、火をつけていきましょう。大事なのは、先ほども言いましたように、強火ではなく中火です。中火とは、鍋底に炎の先がくっつくかくっつかないかの火加減ですよ。そして、両面をじっくり焼いていきましょう。このやり方をマスターすれば、鶏肉のジューシーさや柔らかさに驚くはずです。鶏肉に火が通れば玉ねぎが入ったタレの中に入れます。このフライパンに残った油でピーマンとパプリカの細切り 150g をさっとソテーします。ピーマンはベータカロテンやビタミン C などを多く含む栄養価の高く優れた食材です。パプリカはほんの少し使うだけでも食卓が華やかになりますよね。パプリカの鮮やかな色にはそれぞれ特有の抗酸化作用があります。
今日使った黄色にはビタミン C を多く含むので美肌効果がより高く、赤色はその強烈の色のごとく抗酸化作用がより高いと言われています。免疫力アップやがん予防に効果が高まりますね。ソテーしたピーマンとパプリカもタレにつけ、粗熱が取れれば冷蔵庫で冷やします。鶏肉に下味がついているのでタレにつけて1時間くらいで食べれます。盛り付けるとき、トマトを一緒に盛り付けると色鮮やかになりますね。今日はプチトマトを添えてみました。ピーマンの代わりにかぼちゃの薄切りを蒸し焼きにして加えるのも美味しいですよ。ぜひ試してみてくださいね。めんつゆシリーズいかがでしたか？次回の動画は夏場の野菜スープで気をつけること、私のやっている対処法をお伝えしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介した動画は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に、毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさん摂って腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますので、チャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。